どうもレトロ池田でございます。今日はですね、米子の食品会館に来ております。こちらではですね、全国的にも珍しい、パナソニックと日立の合同展示会が行われています。その様子をですねお伝えしたいと思いますので早速行ってまいりましょう。米子食品会館は米子食品団地の入り口にある施設で、日立パナソニックの合同展示会としては6月の開催に続いて今回2回目の開催となりました。パナソニック系の販売店が9店と日立系の販売店が11店の合わせて20店が参加されており、非常ににぎにぎしく行われました。ご覧の通り多くの来場者がおられるのがお分かりいただけると思います。私もいろんなお客さんに商品説明させてもらいましたよ。入り口からは照明器具から調理系家電、システムバス、システムキッチンの展示がされています。そしてリフォームつながりでパナソニック自慢のトイレ洗うのももちろん展示してあります。この日は掃除機の説明をされる販売士の方がおられ熱弁されていました。あと社外メーカーの応援もあり、こちらは地元ケーブルテレビのブースです。こちらは補聴器コーナーですね。耳の悩みにも対応しています。こちらは浄水器メーカー日本トリムさんのコーナーですね。リビオ商品もずらりと展示されています。こちらは洗濯機ですね。高齢者にも使いやすい訴求がされています。今日はお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。まあ、今回日立と、パナソニックの合同展示会ということなんですけど、はい、どんな感じで具体的にいかがですか。まあ、やっぱり人手が多いので、それに比例して来場が非常に多いですね。まあ、ちょっと午前中朝11時前後はもうみんなテンパった感じでした。なるほど、うん。そこで今野上、特別記念品を、そうですね、あと30分ですけど、はい、列ができてないのがちょっと怖いですね。でも結構その声が持ちきりなんで、いやそうなんですけど、もうちょっと反応がいいはずなんですけどね。ちょっとこれ時間になってみないとわからないところですね。なるほど、じゃあ引き続き頑張っていただきます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。特別記念品はしっかりと行列ができていましたね。大盛況でしたよ。じゃあ今日はお疲れ様でございます。 ありがとうございます。日立とパナソニックの合同の展示会、まあ、日本でも珍しいんですけども、これやられていかがでしたか。あ、そうですね、今メーカーも厳しくなっておりまして、はい、日立なんかももう展示会が米子でもできない状態になっておりまして、なるほど、それでまあパナソニックさんに声かけてもらいましてね、でまあ一緒にやらせてもらえることになって、まあ、こちらとしてもまあ非常にありがたいというか、まあ、全国的にもなかなかね、はい、ない試みということで、まあ、電気商組合にもまあ加盟しとる店が多いもんですから、はいはいはい、まあ、電気商組合としてもまあ非常に喜ばしいところでして、まあパナソニックさんにとってもまあ悪くはないと思うんですけど、こういうね合同でやるっていうことはね、まあお互いにも組合員さんたちのまあコミュニケーションも取れますし、まあ売り上げにもねいろいろと日立会としてもまあ組合としてもいろいろメリットがあるところばっかりで、まあ、非常にありがたく思っております。はい、やっぱり電気商組合のリーダーシップというのがやっぱり大事だと思うんですけど、そのあたりはどうお感じなんですかね。あ、そうですね、はい、組合のまあ理事長をはじめとして、はい、まあ、西部支部の支部長とか、はい、まあ、私も副支部長やらせてもらってますけど、はい、そういったところがまあリーダーシップを取りまして、はい、まあ、声かけたし、ね、声かけて、まあ、パナソニックさんにもまあだいぶねなるほど、声かけもしてもらいましてね、はい、まあ、それはありがたいということで、私たちもまあまあ、渡りに船でもないですけど、なるほど、もう全くできない状態ですから、お客様とのコミュニケーションもまあ取らないといけませんので、
こういう合同展示会があるとやっぱりね、はい、お客様にとってもまあメリットがありますし、はい、私らにとっても もちろんメリットもありますから、はい、今後もぜひまあやらせてもらいたいなとは思いますけど、はい、はい、ありがとうございます、はい、いい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。日立とですねパナソニックの合同展示会、今回がですね2回目ということなんですけども、やはりですね電気商組合のですね協力なくしてですねこういったイベントを開くのは非常にやっぱ難しいのかなというふうな印象を持ちました。一応先ほど山崎さんが言われた通りですね、次回以降もですねこういった合同展示会という形で、米子は開催されますので、今後の、米子展示会も目が離せないということでございます。以上ですね米子食品会館からですねレトロ池田がお送りしました。